はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日もブラックウィッチクラフト続きからでございますね。で、前回からこちら新しいステージ入ってるんですけども、この方にね残影という技をね教えていただきました。で、残影悪魔を召喚できる技なんですけど、ちょっとねやるかちょっとやるか、あの有効にしないと使えなくてですね、新しい項目がしれっとここに入ってました。で、残影を活性化で、多分これをセッティングすると1個選んで使えるようになると思います。で、これが古来からの手つき、はあはあはあ、まあとりあえずこっちでいいか、広範囲を攻撃してもらった方がいいかな。まあまあとりあえずね、とりあえずね。そして向かう先がどこだとりあえず B で共鳴石像ですね、のところまで向かっていこうかなというところでございますね。ここですか。はい、行きましょう。で、まだ B、もう一回逆方向で、これ回転させて先進んでいく形になるんだけど、はいはいはい、こっちですね。よしよし。で、回していきます。で、これ左押して元の位置で、さらにもう一回左を押して先へ進めるようになると。なるほどね。じゃ、とりあえず宝箱ですね。一番円盤という真上のところにある宝箱を取りながら、まあ、その後反対に向かっていくという流れでいいかなと思います。ずっとまっすぐ行くと、スティグマの石像までね、障害なく行けますね。行けるな。じゃあ行こうか。今どこでしたっけ ?A にいるから。じゃ、とりあえず宝箱。真上の宝箱まで行きます。おっと、新しいイベント入ったぞ。おお、メイドさん2人おる。お嬢様、アッシャー家のメイドたちが狼たちに包囲されているようです。しかし、なんで庭にいるんだこれ。そうか、危険だな。すぐに襲いかかるつもりではないと思いますが、どうなさいますか。お、そうなの助けようか。知らないで済ませることはできない。だよね。じゃあ行こうか。じゃあ始めましょうか。おお、なるほど、面白い。よいしょ、はい、はい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 。あ、違う、間違えちゃった。どうだ、はいはい。いや、でも購入できた狼さんもなかなか強いけど、それだけだな。あー、よく、意外とね狼さん鈍いのよ、動きが。はいはいはい。いや、もうこれだけで地上のやつ一掃できるわ。いやー、このコンボは普通にて通常攻撃とスピアの組み合わせなんですけど、もうこれだけで十分で敵が反撃できないもん。よしよしよし、完璧。怪我はないか。はい、ありがとうございます。ベレニケ。アッシャー家のメイドのように見えるが、ここで何をしていたのか。あれ、二人いたよね。私たちは離れに向かうところでした、ね、でも急に同じところを抜けられなくなり、さらには狼たちに襲われました。こういうところに狼が出るのは珍しいな。アッシャー家はもともと狼を飼っていますが、へえ、こうやって暴れることはなかったです。狼飼ってんのか、すごいね。どこかでお目にかかったことがありますか。どこかで見たような。あれ、あー、マーガレットじゃない。したようだな。私はリージアという、アッシャー家に用事がありやってきた。マーガレットお嬢さんも知らない。お客様だったのですね。私はベレニケと言います。アッシャー家のメイドです。そしてこちらはトリペッタと言います。トリペッタ、覚えられないかな、名前なかなか。どこか具合が悪そうに見えるが。確かに色白いし。トリペッタは狼の襲撃で目を怪我しました。驚いて言葉も出ないようです。あまりに驚いたというのならそれもわからなくはない。少し落ち着けば大丈夫だろう。だろうね。ここはそこまで安全とは思えないから、私についてこい。いつまた狼が現れるかわからないからな。はい、もう少し頑張ってトリペッタ、もう大丈夫だから。トリペッタ好きな。よし、で、なんだっけ、
アイテムを回収するんだけど、で、B だ、B、B。B でアイテムを回収していくと。逆方向だね。明らかに逆方向だね。なんか走り出しちゃったから、同じ方向に向かって、逆になりました。はい。こちらの方が近いです。行きましょう。で、アイテムをゲット。ありがとうございます。ありがとうございます。過激な信念。禁断の星影。はいはいはい。で、A からずっと向かっていって、なんかあれだ。なんかもらえるやつだ。なんだっけ。この先の、この隣の A 向かった方なんかもらえるやつだよね。何もらえるか忘れちゃった。聖髄か？聖髄もらえるんだっけか？これ壊すと。ぶち壊して、そうだそうだ。これって、やらないと、過負荷状態にしないと溜まり続けんのかな？もらっちゃった方がいいよな。ね、黒猫ちゃんそう思うよね。まあいいか、とりあえず C へ向かおう。あとはもう一番奥まで行けば OK だね。わかりやすくて非常にありがたい。アラベルの結界がロデリックの阻止に役立ってはいるが、アッシャー家の普通の人間が巻き込まれることを懸念されているのですね。でもメイド何人いるんだろう。とりあえず今んとこ3人でしょう。ですが私の計算結果によると、結界がなかったとしても生存率が高くはなかっただろう。屋敷が悪魔で溢れるのは同じだったはずだからな。その通りです。お嬢様の気持ちはわかりますが、救助活動ができるような余裕はないと判断されます。なんだよ、リージャーさん優しいんだよな。なんか助けられれば助ける、出なければ諦める。簡単な話だ。割り切れんのか割り切れんのかその辺。付き合いはここまで。これで大丈夫なのかな。何が大丈夫なのか分かんなかったけど。よし、君よ君。どっち行った。間、いやいや、ちょっとめんどくせえ敵だな。めんどくさい敵いるぞ。はいはい、当たった。はいはい。植物さん、あなたは聞いてくれ聞いてくれ。おう、よいしょ。いて、いやマジあいつめんどくさいねマジめんどくせえ敵がいるぞ。ワープとかしないでくれ。はいはい、はい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 、リージアの名の、お願いします。よしよしよし、壊れてないな。いやー、こいつめんどくさい。はいはい、植物もな。あ、2匹いたんだ。2匹でいいのかな彼というか、これは2匹でいいのかな、呼び方。勝てえしワープするし。はいはい、くそお前ら。よいしょ、おどげ。おい、スピナー入んねえな。ワープしちゃうから、すぐワープしちゃうから。またでもすぐ出てくるでしょこれ、動いてれば。ほらほら、ダメージが足りないよ。まあ、でもちょっとずつは削れてる、ちょっとずつは削れてる。当たらなかった。とりあえず避けてギロチンが一番入るか。そうだね、避けてギロチンが一番強いわ。で、このまままた A に向かっていくと。はい。お、出たか。やはりここにも
中央封印室へ行ける転移門があるな。この構造物は屋敷のあちらこちらにあるものですが。あ、移動に使ってらっしゃいますベレニキさんも。この構造物は安全な場所へ移動できる魔道具だ。移動中には少しめまいがするかもしれないが、危険ではないから安心していい。魔道具とは、やっぱりここって普通の屋敷ではなかったのですね。知らんかったんだな。確かに普通の屋敷とはかけ離れている。詳しいことはまず安全なところへ移動した後聞いた方がいい。承知しました。行こう、トリペッタ。気をつけて。よし。でまあとりあえず鹿としてそのまま行っちゃって良さそうやね。うん、行こう行こう。今はとりあえずこの人たちを安全な場所へ移動させた方がいい。ん？いや行こうってあの二人だけじゃダメよ。分かった分かった、一緒に行く行く、一緒に行くよ。 OKOK。 というわけで到着やな。しばらくはここにいた方がいい。ベレニケ、無事だったんだ。エミリー、よかったな君ら。本当によかった。ここは安全よ、だから心配しないで。一応話しとく。これで3つが揃いますね。ロデリックが仕掛けた罠。あ、まあ特に話すことないな。よしよしよし。で、あのメイドさんたちとも話した方がいいかな。そしたらどこにおるんや、どこにおるんやメイドさん。あ、いたいたいた。喋れる？トリペッタと言ったな。調子はどうだ？少し落ち着いたか？はい。おお、喋れるようになっとる。ありがとうございます。かなり良くなりました。目を閉じたままか。怪我なら私が治してあげてもいいぞ。いいえ、大丈夫です。お気遣いいただきありがとうございます。アッシャー家ではいつから仕事を始めたか教えてくれるか？おお、ちゃんと聞いてくね。今週からです。1週間くらいになりました。早速やられてんのか。それではアッシャー家についてはあまり情報がないだろうな。エミリー先輩やメイド長のエレオノーラさんに仕事を習い始めたばかりで。メイド長？メイド長？はい、アッシャー家のメイドたちを総括する方です。そうか。それより他のメイドたちと一緒にいた方がいいのではないか。一人で離れているのは不安そうに見えるのだが。あまり気を使わせたくないので。なるほど、わかった。具合も悪いのに少し騒がせてしまったな。ゆっくり休むといい。そうするといい。なるほど。私たちを助けてくださってありがとうございます。君も目つぶっとる。気にしなくていい。あ、開けた。感謝の気持ちを込めて申し上げるのですが、この屋敷でリーケの人を見たことはありますか？ん？アナベルのことか。すぐそばで私の手助けをしてくれているが。別人がいるってこと？リーケの人を信じてはいけません。気をつけてください。どういう意味だ？リーケは嘘で塗りつぶされている人間仲間です。いつ裏切るか分かりませんから。へえ、そうなの？ロデリック様がおかしくなってきたのはリーケの女が現れた後です。きっとあの女が何かをしました。それは憶測ではないか。私の言葉を全て信じてくださらなくても構いません。ただリーケの人々はいつ裏切ってもおかしくないということだけは覚えておいていただきたいです。はあ、わかった。誰を信用していいか分かんなくなっちゃうからやめてもらいてえわ。リージア様、お願いがございます。はい。言うがいい。ベレニケが無事だということは、うん、エレオノーラさんね。エレオノーラさんも名前出てきてるわ。屋敷のどこかを迷っていると思われます。重要な人か？はい、アッシャー家で一番長くメイドとして勤めてきて、ご主人様の信頼も厚かったです。エレオノーラさんはきっとリージア様の役に立つと思います。ですから。わかった。
しかし、もっと急がなければならないことがある。あ、そうですか。格闘はできない。だが、彼女が見つかったら必ずここに連れてくる。お言葉だけでもありがとうございます。ぜひお願いいたします。任せてくれ。残念ながら、みんな普通のメイドたちでした。ああ、デュラハン、なんか解析してくれとったんか。エレオノーラと言ったな。メイド長は何か知っていそうだが、どこにいるのかも無事なのかもわからないというのが問題です。メイドたちを安全な場所へ連れてこられただけで良かったと思うことにしましょう。とりあえずね。そうだな。では封印石の魔力回収に戻らなくては。ちょっと待って。おお、出た出た。けどお願いが。すべて言うまでもない。またどこかへ行ってほしいとかだろう。あれ、どうしてわかるの？すごいな。でしょ？うん。あ、からかってんじゃないんだ。マジだよ。もう一回だけお願い。はいはいはい。任せてください。じゃあ行こうか。戻りましょう。で、とりあえずどこ？あるね。どうやって行くかわかんないけど。どうやって行くかわかんないけど。よし、とりあえず、まずスティグマの石像のとこだな。結構戦闘か。はい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 。いや、もう、どうだよ。本当にどうだよ。よいしょ。後ろから狼が迫ってる。後ろから狼迫ってるけど、気にせずに、こいつやっと。よいしょ。はい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 。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。おー、なんだ。あ、そういう植物がいんのか。なるほど。はい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 。なんだこの背の低い生き物。なんだろうこれ。これ植物かな。植物っぽいね。よいしょ。はい。これね、ちょっとパワーアップしてます。プラズマガン。魔力続く限り連射できるというね。素晴らしいですよね。はいはい。あーん。コードエラー。コードエラー出ちゃった。というわけで、とりあえずコードエラーが出たところまで戻ってきたわ。で、まあ、とりあえず普通に進んでいくんですけど、まあ、ぐるっと回す、あ、回しちゃってもいいかもしれんな。一番外側回した上で、とりあえず一番奥のスティグマムのところまで行くっていうのがいいかな。とりあえず回しちゃおう。これを右、左。これ左もう一回で、特にどこもつながらん。多分左2回押した状態で真ん中回したりとかする雰囲気だな。 OKOK、 まあ、とりあえずこうしてあげて、でこのまま先だね、 A の方に向かって進んでいくという感じがいいかな。はいはい、また戦闘か。ほっ、好きなごめん。よいしょ。上のあなた、ちょっとね。よいしょ。ふう、ちょっとね、鳥さんマジやめてくれ。よいしょ。ああ、好きなイラストしてくれ。破壊する。目障りの攻撃。遊びは。ああ、逆。ふう。はいはい。ふう。
よしよしよし、やっと落ちたか。はいはい、いやー君さー君さー、ちょっと鬱陶しいんだよね。よいしょ、うわっと、また出てきた。うわー、好きな外しちゃったし。よいしょ、はい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 、よいしょよいしょよいしょ、いいよ、よいしょ、はいはいはい、おしまいにさせてくれ。よし、ふう、いや、そこに鳥さんが、はい、好きな電気、君な、墜落してくれてもいいと思うよ地面にさ、地面にポーンって落ちてくれてもいいと思うんだよな。よし、でこのまま A に向かっていけば OK だ。スティグマいただきましょう。エンディングに関わってくるからね、しっかり集めていかないと。攻撃をしないとクリティックを、はあ、なるほど。まあいいか、とりあえず何でもいいんだよね。あ、今キャンセルしちゃった。ああ、まあいいか待つことの美学、特に欲しいわけじゃなかったんだけど。でこのまま B 戻っていって、戻っていって、でまた一個内側のところに行くわけだな。よし、じゃあ B まっすぐ行こう。おっと、また戦闘家に、仕方ねえな、疲れてますな私。はい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 、はいはいはい、よいしょよいしょよいしょ、生えてくるね。痛い痛い痛い、よいしょ、断ち切る、よいしょ。こいつかな、動かないからさ、付き合いはここまでだ、食らってください。でさらに、あー使えねえか、残影たまに使いたくなるね。思った通りに動かせないんだけど。よいしょよいしょ、とはいえだいぶ動き慣れてきた気がするな今更でございますけど、もうちょっと早く動き慣れればいいと思うんだけど、なかなかね最近体にキャラクターを動かすのが馴染んでこないんだよね、なんかね。これまた B にどうすると、で今度 C か、 C だね、C がこっち側、え待って、えあれなんかこっち側だけか、あーまいか。宙に浮いている悪魔たちが厄介だな。うん、クソ厄介。ちょうどそれに適したスキルがあります、いかがでしょうか。もっと早く出してよスピナーが最高かと思ってたよ。本当に適したスキルなのか気になるな。いや、そうでなくてもどうせなら使った方がいいだろう。何をおっしゃいますか、私の判断はいつも正確です。そうか、アッパーランスの使用が承諾されました。アッパーランス、おお、なるほど、アッパーランス、あ地上なのか。どうしようかな、ハンマー使わんから、なるほど、こういう感じな。オッケー、結構増えてきて面白くなってきたね。あで BBBB、 まずは BB へ向かってスティグマをゲッティングしていきましょう。はいはい、到着で、スティグマネバモア、クリティカルダメージ、はいはいはい、まあ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 、とりあえずこれにしとこうかな。よしよし、まあ今持ってるスキルがまあまあ使えるやつなんで、今のままでいいかなっていう気はしてる。そしてこの後 C に向かう、 C そっち、はいはい。でこの後さ
A の方に向かってくのがいいんだろうけど、とりあえず B が気になるから B に行きます。何があるんだろうあれ。これはいつもと違う場所とつながっている転移門だな。うまく使えばもう少し楽に移動できますね。ああ、転移門か。青と青をつないでるってことかな。それはそうだが、あくまで反対側を探して活性化させた時の話だ。なるほどね。どこにあんの？あ、ここか。これを活性化させ…オーケーオーケー。となるとこれ B 行ってもしょうがないんだよな。じゃあ反対側、 A 側の方にまっすぐ向かっていって宝箱を回収して、その先の共鳴石像をぐるっと回してハテナのとこ行こうか。それが良さそうかな。よし、とりあえず A の方に向かおう。これか。これじゃない。お嬢様、副産物の分析がさらに進みました。いいですね、これ。マスを移動するたびに何か進んでるってことなのかな。作れるポーションの種類が増えたということだな。その通りです。まだ全ての分析が終わったわけではありませんが。はいはいはい。一滴の悪夢、ホタルのバラ。よかろ。で、C へ向かいましょう。C へ行って、さらにまた今度、おセーブしましょう。セーブしよう。うん、セーブしよう。毎回なんかが負けてるからね。よし、とりあえず、レベルも上げる。よし、セーブとか全部完了してきましたから、行こうかなと思ったけど、ちょっとアイテム作っとこう。やっぱ、怖いからね。怖いからね。で、どうしようかな。いっぱい、これでしょ？忘却されし、星影。2個くらい作っとけば大丈夫かな。この緑晶石ってのは結構ないんだよね。で、ここも、あ、作れるわ。作っとこう。OK?OK?528も回復させるほど体力ないんだよな。しまあ、とりあえずこれで勝てるっしょ。行きましょうか。大丈夫です。メイド長じゃね、もしかして。でかっ。結構大きな狼ですか。結構、まあ、結構大きい狼ですね。こいつがここの群れの頭のように見えるな。お嬢様の屋敷の番犬にちょうどいいサイズです。生け捕りにされますか。できますか。ペットなら先ほど拾った猫で十分だ。意外ですね。私は今までお嬢様が動物好きかと思っていたのですが。へえ、そんな言動ありましたっけ。誤解だ。私はただ動物をいじめるのが嫌なだけだ。それにあいつの毛色は私の好みじゃない。そうですか。あの悪魔がお嬢様が自分をペットとして飼うと知ったらどういう反応をするのか気になります。じゃあやりますか。ふう、見えすぎてる。目障りだ。攻撃。うわ、間違えてた。ほうほうほう。はい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 。ふう、よいしょ。あ、いつの間かちっちゃいのいる。ちっちゃいのおるわ。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。ふう。ガマン。ああ、いたいたいた。いいね。よいしょ。いて。結構ダメージ入ってないな。仲間呼ぶじゃない。はいはい。よいしょ。ふう。あ、間違えちゃった。よいしょ。はいはいはい。
防御ができないな。間に合ってない。これいいね。よいしょ。よいしょ。ふう。いてててて。いてててて。いてててて。はーい、そっと。回復入れときましょうか。よいしょ。はい、いて、いて、いて。よいしょ。いやー。ふう、ちょっと落ち着こうか一回。遊びはここまでだ。あー、まだ終わってない？もう終わりでしょ？よし、大丈夫。終わったよね。ふう、危ねえ。あーでも1回でかけた、たね、勝てたね、よかったよかった。綺麗に片付きましたね。よかったです。悪魔でなくて残念だ。あ、悪魔じゃないの、あれ。猫だったら飼うつもりだったのですか。まあ猫は好きだが、アッシュに依頼し、あー残影ね、残影として使えたらと思っただけだ。見たところお前は気に入ってたようだが。お話ししたように番犬として使えばいいと思っただけです。もう遅いんですか。遅いですね。はあ、帰ったら警備ロボットを子犬の形に変えておこうか。別にそうしてほしいわけではなかったのですが、何でも今の形よりは良いと思いますので賛成です。そうなの、今の形何なの。強戦士、あ、レベル上げとこ。あー、なるほどね。生命力、いいです。強戦士は。うん、まあ、強戦士ちょっと使いたくない、うん、ちょっと合わないな、私の趣味と。安全圏からチクチクやりたい人なんで。じゃあ、A に行こうか。あー、普通に雑魚的。あ、ユーたちか。全部よこしな。聖髄全部置いてきな。聖髄全部置いてきな。はいはいはい、よいしょ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 、はいはいはい、よいしょ、はい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 、よいしょ、はい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 、どうだ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 、気持ちいいか、気持ちいいかお前ら。よし、オッケーオッケー。でー、まあ A だね。しばらく A だ。しばらく A に向かっていきますよと。え、なに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 、これこれは、あ、あなたマリーローゼさんだっけ。両親の墓に何事ですか。元気そうだな、マドレーヌ。はい、ん？これは記憶か。何でしょうか。この体の本来の持ち主、マドレーヌの記憶を見たようだ。珍しいことですね。この墓が触媒になったか。マドレーヌの両親、元当主とマリーローゼはどうやら関連があったようだ。あー、それで喪服を着てるってことか。元当主ですか。何の関係もないものの墓参りはしなかったはずだからな。ロデリックの協力者の一人だと思っていたが、何か複雑な事情があったかもしれないな。ああ、墓だ、本当だ。へえ、まあ、とりあえず A 向かいましょうか。で、ああだから僕悪い。はいはい、これランダムなんかな、入ってるやつ。ちょっとわかんないね。まあ、このまま A に向かって、封印石まで取っちゃうか。そうだね、封印石取れちゃうから取っちゃおう。これは、結界ですか。いや、結界か。入れないようにするためのようです。ああ、罠かもしれん言ってたもんな。
封印を施した人がやったのでしょうか、それとも中から。それは入ればわかる。どうなさいますか。破壊するには高い火力が必要そうですが、うん、ブラックダリアを召喚しろ。ブラックダリア。ブラックダリアですか。かしこまりました。いでよ。なんだっけ。ああ、あれこいつ、あっという間に解除できちゃったね。ブラックダリアは強力な砲撃で敵を攻撃する魔道具ブラックダリアを使用できます。秒点召喚後、接近してもう一度 B ボタンで攻撃方向を消えます。上を押した状態、読ませてとなるとこれイベント入るかな。いや、行くか。おっと、誰？生きているのか。微弱ですが、まだ息はしています。しかし、長く持ちこたえることはできなさそうです。これがアナベルが感じた気配の正体だったようだ。どうなさいますか？魔力の回収は生死関係なく可能です。まずは助ける。お前の言う通り、魔力の回収はいつでも可能だからな。助けるか。どうなってるんだこれ。なんかすごくエッチな雰囲気になってるな。とりあえず助けるか。禁断の、あ、全然あるじゃん。使って回復。血色を取り戻しました。危険な時期は乗り越えたようですね。そうだな。魔力心臓の拍動が私にまで聞こえる。ユーラルーム。おはようございます。テカセゴツ。目を覚ましたか。ここは、私はまだ死んでいないのですね。間に合ってよかったな。アスタルテがあなたを私のところへ導いたのですね。おかげさまで助かりました。危ない状態だと思ったから少々手洗い方法を使ったが、生き残っただけで幸いです。ありがとうございます。感謝の言葉より自己紹介しなくてはいけませんね。私の名前はユーラルーム。君の心臓に刻まれた名前を勝手に見させてもらった。どういうこと。すまない。名前刻んであるんか。いいえ、私を助けるためですから。リージー、なんで知ってるのそれ。逆に私を知っているようだな。あなたのそのカラスのように黒い髪の毛を知らない者はいないでしょう。そうか。とにかくずっとこちらにいるわけにもいかないから、あとは安全な場所へ移動しながらにしよう。なるほど。メインクエスト更新。ユーラルームが合流しました。お助けくださってありがとうございます。これこそアスタルテの奇跡です。はあ、どういうことなんじゃろうな。まあいいか。とりあえずこれで封印石回収したから、この先、そうだね、共鳴石像で回転させてサブクエストをやった後にワープして元の位置に戻るっていうのがいい流れかな。よし、じゃあとりあえず戻るぜ。そう C だね。 C。 あーと、またあなたか。さっきの、今度はどうした。またくれるんか。魔力の波長はさっきと同じです。今回もこの幽霊が教えてくれた場所に来いというのか。そうみたいです。ん、うん、消えたな。好意を持っているようだが全然わからないな。疑問の幽霊2が追加されました。おっと、戦闘始まっちゃう。 OKOK。 ブラックダリアも一回使ってみたいからな。どっかで使わんとね。よいしょ。ほい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 。よいしょ。よし、草刈り完了。はい、で、あとスライムちゃんは
もうこれでコンボ普通にやってればいいでしょ普通にこれコンボ決めてれば OK。 コンボ決めてれば勝手に死んでいくこのスライム、たまに汚い液で吐き出すけど、それだけの話だからね。おやすみおやすみ。はい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 、と OK で、いやーやってんな君らもな。よいしょよいしょよいしょ、はいはい、ふう、いやーよいしょよいしょよいしょ、いたたたたたた、よいしょよいしょ、来た来た。じゃあブロックダリア召喚します。で、おーなるほどね、反発か。はいはい、よいしょ、よいオッケー、ふう、あ終わっちゃった。なるほど、ブラックタリアはこういう雰囲気のやつなのか。で B へ戻る、 B へ戻る、うんうんうん、 B じゃない、 B じゃない、危ねえ危ねえ、 A だ、 A、 A に行って回転させると、よしよし、でこっちに回転させることで、あーなるほどね、ワープできるようになるけれど、まず行くべきは猫ちゃんのサイドクエスト。これで、あーでも待って、これやることによってワープが解放されるのか。あーじゃあちょまずはこっちしよう。ここで B へ行きます。でこのまま C だね、 C に行って、見つけたみたい。おー反対側だね。迷宮結界で空間が歪んだ状態ですが、定位門をためらわず使っているのは危ないのではないかと思いますが、他の空間や次元に行くようになったらそれもまた興味深いことではないだろうか。私の意見ということであれば特に興味はございません。よしよしよし、でこれをやることによって反対側ができるけど使うことはないですよと。でこれでまた回して、はあ、そうだね、サイドクエスト行く。じゃあちょっとサイドクエストまで移動します。 OK、 猫ちゃんところ到着。ここ、え、なんで疑問系あ、敵さんいる、うん、あ、何を言いたいのか分かる。そのカバンに魔力を吹き込んで手伝ってあげるから勘弁して。初めてならともかく、2回目だと興味が湧かないな。代価を払うから見逃してくれよ。どんな代価なのか期待しておこう。はい、ああもうこれでずっとやってね。ああそうだね、そうだね、いやもうこれ楽しいけどさ楽しいけどさ、はい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 、綺麗になってきたね、だいぶ綺麗になってきたね、はい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 、よいしょよいしょよいしょ、終わりか。いやまだいるだろう、まだいるね。よし、ふう、お疲れ様です。力が戻ると気持ちがいいね。よかったね。もうすべて回復したのか。やはり全くわからないな。少しだって言っただろう、あえて言う必要あるのかよ。なんか口悪くね、逆らうんか。今までの雰囲気からしてはすべて回復してもあまり差はなさそうだが。ふん、あまり侮らないでよ。これでもあげるよ。お、ありがとうございます。やはりこれをどこから出すのか気になるのだが、どうやら。どうやら違う、何を考えてるのさ。違うよ、僕は次元を操る悪魔なんだから次元の隙間から出すに決まってるだろ。へー、私も次元の隙間から出すのではないかというところだったのだが、どうかしたのか。はい、ステータスポイント9、ありがたい。やはり長時間使うと
オーバーヒートするという問題があるな。こんなに長時間使用されたことはございませんでしたね。うん。魔力回路の流れをこのように変えるのはどうかな。根本的な解決ではないが、火力は少し低下しますが、持続力は大幅に改善すると考えられます。その問題を発見したの僕のおかげだろ。だよね。会話の中に割り込むのは褒められたマナーじゃないと思うがな。え、じゃあ僕のおかげじゃないってことにしていいよ。まあいい。問題を突き止めたのはお前のおかげでもある。ハッシュミストレス、はあ、はあははあ。あー、なるほど、そういう感じか。とりあえずアイテム回収、アイテム回収と。よし、気持ちいいよし、じゃあこのまま反対側だね、右側にあるサブクエスト、そちらに行きたいと思います。ある程度落ち着いたようだな。他のウィッチはみんな死んだのに、どうして君だけは生き残れたのか。運が良かったです。私が封印の礎になるように処分された場所が森でしたから。はあ、なんかそれが影響あるの。私は精霊術を使うウッドウィッチです。体を植物と同化させて寿命を伸ばす方法を学びました。はあ、なるほど、そうだったか。森の加護でかろうじて死から学びました。なるほど、他の人より単純に生命力が強かったと。レノーアについて知っているか。はい、そのウィッチのせいで捕まえられてきたのですもの。よく知っています。聞こうか。知っていることすべてを言ってくれ。私が封印に魔力を吹き込む生贄として連れられてきてから、それからどれくらい経ったかよくわかりませんが、レノーアが封印されてから200年が経つという。そんなに。歳月のように儚いものはない。あまり気にしなくていい。200年前バルプルギス議会はレノーアに研究中のブラックウィッチクラフトを中止するよう命じました。正確にどのようなブラックウィッチクラフトを完成したかは分かりませんが、レノーアと議会の対立は激しくなり、結局議会はレノーアに仲裁委員会に参加することを要求しました。仲裁委員会。仲裁委員会か。権威を重んじる議会としてはかなりの屈辱だっただろう。しかしレノーアはそれさえ黙殺しました。議会がどのような反応だったかは言うまでもないでしょう。それで最後の手段を実行することを決めたようです。ウィッチハンターを引き込んだわけか。はい、アッシャー家と同盟しレノーアを狩るのに成功しました。そして議会は彼女に引き続き苦痛を与えるために殺すのではなく、見せしめとして封印することにしたのだろう。権威だけを考える議会らしき決定だな。殺した方が後腐れがないはずなのに。ここまではウィッチの間での噂でした。ここからは私が直接経験したことをお話しいたします。ほほう、まだ続きがあると。議会は私たち下級のウィッチを道具として扱いました。議会から名簿をもらった機械術の高位のウィッチが12名のウィッチの狩りをしました。私もその中の一人でした。私を含めたその12人はアッシャー家へ連れてこられ、レノーアを封印してまたさらなる苦しみを与えるための封印の部品として使われました。ウィッチを守るべき議会が私たちをそうやって消耗品扱いするとは夢にも思っていませんでした。機械術の高位のウィッチが封印を設計し、
私たちを直接処理しました。その機械術を使ったウィッチの名前は知っているか？はい。おお、新しい人だね。オーガスト。本当にその名前を使ったのか？ん？あれ、リージアンもオーガストだっけ？本当です。すまないな。あ、違うか。その名を使うのは私の直系の弟子一人だけだ。私の愚かな弟子が迷惑をかけた。私が代わりに謝ろう。とんでもないです。リージア様が謝ることではありません。そしてきっとその方も仕方なかったと思います。議会の命令を拒むわけにはいかないのですから。わかった。議会はアッシャー家のことが終わったら痛い目に遭ってもらおう。なるほど。で、これで B に行けば目的の場所ですね。サブクエスト。ここだな。魔力反応を探知してみましょうか。お願いします。何か目印があると思うのだが、これだろうか。かなりの魔力が感じられる魔石ですね。うん、私たちに好意があるのは確かだが、理由が知りたいな。そうだね。オッケーオッケー。というわけで今日はこの辺で終わりにしましょう。ちょうどいい区切りでしょう。で、次回は中央魔力室だっけまあメインクエストの方ね、戻っていきたいと思います。はい。というわけでここまで語り、私コーイでお送りいたしました。次回以降もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回まで、さようなら、バイバーイ。We'll be right back.